さあ赤コーナーサイドは中島翔子チャンピオン、そこに宮本萌花です。大和なでしこファイターがチャンピオンにどう挑んでいくか。このところね、山下伊藤とねシングルを立て続けにやってるモカですからね。 5.3 後楽園ホールでは AW の志田ひかるとタッグを組みました。本当いろいろなチャンスをもらってますよね。成長してますもんね。本人はその山下美夢と伊藤真希、叶わなかったということで悔しさをにじませていましたが、志田選手が、時間の問題だって言ってましたよね。なんか山下勝つのもね、さあだが相手はチャンピオン。おお、腕を固めていきます。本当に今この重川をはじめね、青コーナーにいる人たちがトップに出てくるのは目前ですよね。ね、谷さんも新井選手もベルト挑戦しましたからね。いや本当ですよ。しかも1年目ですからね。そうですね。でさあ水木対遠藤アリスです。遠藤にしてみればデイジーモンキーでマジラビに挑戦していますから、はい、それのリベンジマッチということになります。そして何よりも遠藤アリスにとってはあの才木玲香さんの思いをしっかりと受け継いだ上でこの東京女子プロレスのリングで戦う、2日前に受け継げました ね、はい、あと意外にねこの試合見せて思ったのは水木が一番キャリアあるんですね。今年の12月で10年ですからね。10年選手、実は一番のベテランが水木選手なんです。すごい一番年下っぽい。そうなんです。それがまた水木選手の恐ろしいところもあります。可愛らしくて恐ろしいところ、可愛らしくてえぐいことをやってしまうというね、そこがまだたまらないです、もう本当に若いうちからプロレスデビューして、ずっとやり続いている水木です。初めは本当にアイドル的な売り出しを、されてたわけですよね。おやはりここは自己主張、それはそうでしょう。辰巳梨花戦いたくて仕方がありません。あと何といっても水木が大好きです。あ、大人げないベテランチームですね。愛が強すぎますよ。本当ベテラン衆漂ってます。すごい。もう大物感がね、本当にですね、引き分けのない人たちです。さあ原さん出てきましたよ。宮本萌花、萌花行きですね。そしてデイジーモンキーダブルのドロップキック、こちらは連携いいですね。若いチーム、ああ取られる取られる、危ない危ない。カウント2、辰巳梨花意気揚々と出てきたらいきなりピンチですよ。本当ですこんなはずではなかった。さあそして新井由紀、プロレスラーになってこれが2年と1日目ですね。そうですね、あ1年と1日目ですね。はい、そしてスズメ、おヘッドスタースホイップ、しなやかな動き。このスズメ選手も伸び伸びとこのリング上で躍動していきます。去年の秋ぐらいからもぐんぐん伸びてきてますね。これね要チェックですよ谷さん、このスズメ選手、スズメ選手。ああ大人げない、受けつない、ああもうこれ明らかにチョークですもんね、常年のホワイトドラゴンです。ああもう手がつけられない、狂乱のホワイトドラゴンです。これを裁く基礎レフリーも大変ですね。難しいシチュエーションに放り込まれましたね伊藤選手ね。いつも自分の世界で戦う伊藤ですが、本当ですよ、ここからどうまた構築していくか、はい、伊藤スペシャル見れますかね。狙ってくるんじゃないと、おおおおお、これは伊藤真希、いや、あ、あ、
ひどい、ひどい、これは噛んだ狂気の伊藤真希です。でもすごい、もう一気に伊藤真希の世界になっちゃいましたね。すごい引き込まれました今、練りつぶしましたね。スズメにあんなね、指の形をさせるなんてダメですよね。ダメですよ、ダメですよ。もう可愛い顔して何をしてくるかわからないクセモノ揃いの赤コーナーサイド、きたー、水木の人差し、よく返したスズメ。場外にどん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 戦場が変わっていきます。あら、おやおやおや、ウサギちゃんたちがたくさんいますね。ぴょん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 跳ねています。今日はどうしたんでしょう、辰巳選手ダメですね。どうしたんでしょうか。どうも歯車が噛み合いません、はい、水木への愛が伝わりません。まあ時にはですね、今日は何をやってもうまくいかないなんて日はね、本当にありますからね。どうしちゃったんだろう、どんまい、はい、さあ修さん、この中島翔子、はい、現在のチャンピオン、はい、サイバーファイトフェスティバル一つの夢だったとね、ええ、中島選手言ってましたよね。6月12日の、ね、埼玉スーパーアリーナチャンピオンとして出るのはほぼ確実ですよね。となってくると誰が挑戦者するか、中島選手の前に立つのは誰なんでしょうね、だからその中島選手以外の東京女子の選手はその権利を取るため今、横一ですと言ってもいいかもしれません、まだ誰も名乗りを上げてないで、中島翔子は実は心に描いている人はいますと、はい、ただ選手たちの思いもあるんで今言いませんと。今言えないんですか。そんなの谷さん聞いちゃったらね、気になっちゃうじゃないですかね、気になっちゃう、まさにミツバチの人差しのように中島翔子にドロップキック、荒井由紀が手を伸ばす、荒井由紀登場、これも注目ですよね。チャンピオンとプロレスを続けていけば、登場に上がり続ければ、この中島翔子のベルトをも持っているベルトは、これは荒井由紀もちろん目指していかないといけません。もちろんそこを目指していかないといけないですよね。ボディースラム、力強い、いやこれが1年か、驚異の1年、荒井由紀ってこんな成長するんですか。いやでもね、そういったその、まあ、ガッツのあるところ、一度決めたら決して曲げないところ、谷さんから聞いてますから、はい、本当に彼女の涙をリング上で初めて見ましたからね。強い人ですよね。強い、その強さを今度はこの東京女子プロレスのリング上で思いっきり発揮していく荒井由紀。さあ辰巳梨花、今回どうですかね。去年11月この2人一騎打ちやってますよね。やってます。で15分一本勝負で残る時間3分のところで辰巳がラッシュかけて、はい、確か13分54秒とかなんかで足4文字という、もうちょっとで時間切れだったんですよね。その時荒井由紀が持っている全てを出させて、受け止めて、はい、勝つという実に辰巳梨花らしい、はい、でも辰巳も残り時間3分でちょっと慌てましたもんね。確かにね、下手したら引き分けになっちゃうっていうね。ん、あ、水木よ、あ、いいです、いいです、あれ断られました、思いが届かない、拒否られた、はい、拒られましたね。これがでもあの水木よの駆け引きかもしれないです。よっしゃ行くぞ、もう一人で、これ多分一緒にやりたかったんでしょうね。でもね、大丈夫です、辰巳梨花選手はハートが強いんで、とても強い、大切ですね、ハートの強さ、はい、お礼言ってますよ。あ、でもちょっと寂しそうですね、サーフボードストレッチ、動きを止められた今の荒井由紀、一年目、あ、そしてキャメルクラッチ、
エースロックも入っている、まあ、今攻めてますけど新井由紀の入場してのウィンクのあのポーズは水木が考えたんですよね。そうなんですか。ウィンクしたらいいよって確か、うん、そういったいろんな選手の、まあ、アドバイスだったり、アイディアが、うん、詰まってるんですね、リング上のあらゆるところに詰まってる。だって伊藤真希選手 の、 あの歌いながら出てくるあのマイクについてる、はい、あのアクセサリーは上福一選手が考えてます。すごい選手たちがちゃんと考えてそれを採用してますよ。だからやっぱみんながみんなその選手女の子たちのいいとこをクローズアップさせるような。ほら泣いた、泣いてますよ。でも誰も伊藤真希の嘘泣きを気にしていません。もう一応お膳立てをしてあげて機嫌を直したか。ああ笑顔です。伊藤ワールド炸裂ですね。登れるのか。世界一可愛いのは言わせない。あ、自分じゃないんだ。自分じゃないんだ。まさかの水ぴょん。これはね、殴られるモカ、アリス、新井由紀、みんな、スズメもそうですけども、多分もしかしたら一番悔しいのは伊藤ちゃんって名前を呼んでいた水木の姿を見た辰巳梨花かもしれませんね。そうですね、はい、その通りです。注目ですね、伊藤対新井もね。これはこの1年で4回ギブアップ取られてますからね、新井由紀ね。そして新井由紀がプロレスラーを続ける大きな原動力です、はい、この伊藤真希の存在があるからこそ新井由紀は強くなれる。一番最初に認めてくれたのも伊藤選手ですからね。そうですね。そして遠藤アリス、この遠藤アリスもこれ数ヶ月のなんていうんですかね、 強さといいますか、はい、成長は目を見張るものがあります、本当にね、今年のオープニングで初勝利だったのかな、はい、遠藤アリスはね、そこから伸びてきましたよね。一つの勝利がこうも変えるか。それはどう、これは決まらなかった。伊藤真希もやられっぱなしはない。トープの反応、これは伊藤はトップロープを掴んでいました。遠藤アリスを誘って場外へ、いやエプロンサイド誘った、ショルダータックル、遠藤アリスのフィネックを捕まえて DDT で叩きつける、カウント2。さすがインターナショナルプリンセスチャンピオン伊藤真希、安定しています。辰巳梨花が変われ変われとうるさいです。どうする、どうする、伊藤真希、可愛いのは伊藤ちゃん。ああ、魂を売った、ついに売りましたよ。タッチが欲しいがために、魂を目の前で売った姿を見ました。伊藤ちゃん、これはしぶしぶ認めざるを得ません。伊藤真希リパタック躍動する辰巳梨花。さあもうここまでやったら辰巳梨花取らないと。そうですよね、もう魂を売ったんですからね、はい、水ぴょんを売りましたからね。カウント2。さあ伊藤真希の攻撃を食らい、ダメージが濃い遠藤アリス、このまま辰巳梨花のドラゴン殺法にのめかれてしまうのか。おお、4の字は回避、スライディングヒップ、カウント2、粘る遠藤アリス、粘る。かわした、ダックエルボー、遠藤アリス逆襲の時、串刺しドロップキック、いいリズム作ってますよね。いいですね、いいですね。これも止めた、出た、バンダイさん、カウント2。バンダイさんも今年になってから使ってますよね、新たに編み出して、そして
斉木玲香から受け継いだこのこだわりのキャメルクラッチ、これで決めたいですよね。あ、膝を立てる辰巳、さすがですね辰巳、逃げ方知ってますね、逃げるホワイトドラゴン、お足4の仕方です。あー厳しい、そうなる、がっちりハマっている足4の仕方め、エンドアレス苦しい、ロープ遠いよ、ロープ遠いです、ここはデイジーモンキーの仲間であるスズメが入ってきたが、それを伊藤真希が排除する、ドラゴンバックブリーカーからのスリーパーホールド、足の次は首、あ、エンド苦しい、エンド苦しい、アリス苦しい、ロープまで、あそこからドラゴンスリーパー決めに来た辰巳梨花、絞る絞る、エンドギブアップ、